マイクロソフトのテストドライブというサイトですね。試運転でサイトですかね。そこにある HTML5 のデモ、デモのサイトです。それのフィッシュ IE タンク。フィッシュ IE タンク。フィッシュインターネットエクスプローラータンクですかね。そういうサイトが面白いです。それ今、魚が1匹だけ泳いでます。それこれ FPS って書いてありますけど、これが1秒間に何回、このフレームを書いてるかというところです。 今だいたい 48fps ですので、1秒間に48回画面を描画してます。それこれ10匹に増やします。そうすると魚が10匹増えましたけど、この、描画速度が下がりました。だいたい38になりました。これ100にします。そうすると劇的に下がって、しかも遅いですね。試しに1000にします。そうするともう、ガクガクで何が起こってるかわからないですね。 魚が泳いでるって言うよりかはもう紙芝居ですね。500でもきついですね。250だとなんとかでもカクカク、格々。100?100 も怪しい。では私のマシンだと50ぐらいからなんとか動きます。50でだいたい 30fps ぐらいです。これ面白いですので試してみてください。URL はこれですね。 以上です。